え、姉ちゃん映しとる？姉ちゃん笑ったんだ。事故ってね、大変だねっていうね、話をしてたのよ。この道中でなんと事故りました。です。はいです。カノです。今日は文具屋さんに来てます。はい。なぜかというと、パパがねどうしてもあれが欲しいと言ってたので来てみました。先日ね、あやはや家の身内でちょっとね事故に巻き込まれてしまって、パパがねお手伝いに行ったんですけど、その時にねなんか書類を書くのにボールペンを使うって言って。慌てて、あ、僕持ってますって言ってパパが言って、カバンから出したらなんとそのボールペンがね、わかる？固まってた。違う、分解されとったの。ね、そう、普通はほらこう押すところとかいろいろあるじゃんね、がなくてこの状態で転がってたらしくて、結局これで書類書いたらしいんだけど、あ、そうそう、恥ずかしいじゃんね。でそれをちょっと恥ずかしいから分解しないねボールペンがちょっと欲しいって言ってパパが言ってたので、今日文具屋さんで買いたいと思います、うん、でね、そんな話をしながら事故ってね大変だねっていうね話をしてたのよ。この道中でなんと事故りました。そうそうそう、あ、ママたちが事故ったわけじゃないんだけど、目の前でちょうど事故を見てしまいました。ぶつかる瞬間から。あれ、マジか、事故ったっぽいよ。お気に入りのボールペン見つけてくれた人にはそこになんか新しい大福屋ができたそうなんで、大福一つ買ってあげるよ。あ、大福以外にもみたらし団子もあるみたいよ。食べたい、はい、行こう。食べたい、はい、はい、じゃあ行きましょう。レッツゴー。お店から帰ってきました。はい。ちょっと暑いのでちょっとクーラー焚いてますが、はい。音うるさいかな。はい。じゃあそれぞれパパに買ってきたボールペン見せてください。はい。じゃあハヤからこちらです。ペンテルのボールペンになります。これでもさ、パパがさ分解したやつと同じようなタイプなんですけど。分解するのはちょっと一握り。ああ、ちょっと硬いってことですね。はい。ちょっとありにくいと。で、0.7 なんですけど、これは何かあるんですか？特に気にしてません。はい、わかりました。じゃあちょっとお持ちください。じゃあ次、あやさん。こちら。あ、なんかあれやね、硬そうな、丈夫そうな感じです。あやさんが選んだのはパイロットのボールペンになります。ここがあれなんやね、分解しづらいんね、多分ね。0.5 です。結局ね、みんなね、分解できるボールペンしかないんだよ。そうそうそう。分解でも俺どうやってやるかわからない。なんでか知ってる？エコのため回芯を変えるから分解するんですよ。あとはカバンの中そのまま入れるから悪いんですよ。なんであんな分解されて出てくる？よくないパパ、もう 3,4 回へっちゃらであるよあれ。どんだけカバンを育てに扱っとるからね。ないよね。だからねそのさ、分解したさペンを見て警察官さ、なんか思いちゃうと。うん、日常的には普通の、はい、ごくありふれた光景やね。え？なんか入れるもんすなね。そのうちこれにリップクリームとか入り始めんだよパパ。でもボールペンね、ペンケース買った方が早かったってお家かな。そうですね、あの297円です。ということでこんな感じ、今後収まるそうです。はい。でそれカバンの中入れるのよ。しゃあないね。ね、尺っていうものが世の中には必要なんでね。別に話はいきません。
あのどうしてもね、あの大福が食べたいってことだったんでお店行ったんですよ、はい、そらね、お店の大福どうでした価格、品揃え。すごい安かったです。はい、あの大福が一つ100円、しかも品揃えがめっちゃありました。で選んできたんだよね、うん、で結局一人一個ずつ食べましょう。はい、はやとかのは大福じゃなくてみたらし団子が欲しいってことなんでこちらにしました、はい、極上みたらし生団子。餅がさすごいでかい、でかいんだって。パン粉で2個か、2個や。ほらでかくない。ほらでかい、一粒がでかい。ほら 何と比べればいいんかわからんけどでかい。パンちゃん先に食べていいよ。もう終わった後袋入れてる。おお、わ、めっちゃトローンとしとる。あ、一口食べたい。うん、なんだ一口食べあげた。すごくない、すごくない。うん、もう入れたパンちゃん。すごい暴れた。パンちゃん、パンちゃん、あ、いいよ、ナイスナイス。あ、落ちる落ちる落ちる。2歳児でも3歳児でも安心やわ。え、そんだけ。なんかハブタイムって書いてあったね、シガ、うん、ゆっくりでいいよ。やっとくていいよ。いや、これ2位の。うわ、すごい、めっちゃいい。ちょっと期待値が上がります。じゃあ、あのあやさんの方いきます。はい、あやさん、シャインマスカットになります。はい、ママ、あの塩大福ですね。で、パパは目にも優しくブルーベリー。これ全部100円なんだよ、ね、さあ良心的です。あやさん一口いきます。ねえ、ガンちゃん、ガンちゃん、それも満たし団子じゃないか、ちょっと貸して。いい、どう、お味は。ちょっとヒーローつけるだけ。うん、なんかシャインマスカットのクリームが入ってるって言ってたけど、全部シャインマスカット。いただきます。ガンちゃん、なんか全部エキス舐めてない。うん、エキス、うん、めっちゃもちもち。どうしよう、気になる。ちっちゃい一口で食べたい。ちっちゃい一口。やばいよ、おいしい。結局ね、食につながる感じでした。こっちもち、こっちも。早い、一粒が大きいよね、それね、明らかにね。こっちも焼いてないところがあれだよね。はい、ということで、まあ、美味しさで終わりましたが、皆さん事故にお気をつけください。はいはい、誰一人としてね、カメラ見ないっていうね。はい、じゃあバイバイ。バイバイ。はや兄ちゃんはなんかやってます。読書感想文です。そしていつまで経っても着替えていないよね、カノさん。カノさん、早く着替えてください。あやさんがね、なんかね、ついで買いしてたので、何買ってきたか教えてもらいましょう。このポケットの上から書き込めるファイルと、これ、なんか真ん中からさ、こう、出し入れできるんですよね。そうそうそう。ファイル、いくら ?199円。なんか前も買ってたよね、それ。3冊。お絵かき帳です。はい、お絵かき帳。3冊やもんね、しかもね。うん、買いました。はい。で、かのさんもこちら。これさ、最近ずっと言ってたでしょ、匂い付きのさ、ティッシュが欲しいって。あったので買いました。